think we're out of batteries on this one. One second. Sorry, one second. Pinch, pinch. Oh, oh, hi, hi. Maybe we use a little bit more expensive tape. So, you take it. Turn. 何だろう、何が上がるの? And you can do this on any non-porous. あ、指紋か。これ、これね、これね。おーおーおー、指紋がわかるんだ、このレンズだと。へー。お、サンキュー、サンキュー。はい、へー。クライムライト。あ、まあだから70、それはみんな 75% が多いよ。普通 75%、ちじゃねえなんだって。普通の刀流れでしょ。あ、ロビンさんもメディアだけですね。75%。あ、じゃあ 75% か。まあそうだよ。普通は 75% だよ。当たり前だよ。肩流れでしょ。ユニークでした。ユニークでした。テンパー、テンパー。テンパー。テンパー。あ、両方テンパーだっけ？じゃあ、なんかレアなんですよ。両側テンパーじゃなかった。ぐるぐる、ぐるぐるが両側なんだ、実は。うん。あ、確かに見つかりやすいかもね。あっちのね、ハンガーが見れると思ったんですけどね。向こう側のね、そう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 。ねえ、あっちが見たかったですよね。え、ハンガーが見れるっていうから向こうのファイターエリアのだと思ってたのよ。そう、なんだつまんない。あれ、もうハークさん乗るの終わっちゃったのかな。もうさっきなんかコブラ乗った時に怪我しちゃった。これ痛くて。なんか貼ったの？違うでしょ。怪我、血。あ、なんか貼ったの？血だよ、血、痛い痛い。パトリオット乗ります？空中給油ゲーム。
と乗れますよ。乗りましょうよ。一茂さんが喜ぶよね。プップーって結構重低音なプップーだからな。え、いや今までやってないよね。今だけだよ、今だけ。じゃあ乗ってきちゃおうか、今だけ。Sorry, sorry. じゃあ運転席に乗れるのは今まで多分やってないよね。これだ、この鎖だ。これこれこれ。足んない残念ながらならない。すごい無骨な感じですね。なんでこんなとこ出てんだろうね。これじゃなくてこれならない。あ、座れただけでも楽ちん。よし、子供が大騒ぎだ。そうなんですか。分かれてるんだ。そうそうそう、これで2人乗り、こんなでかくて2人乗り。普通のトラック。バンパーになってますよ。あ、エンジン止まっちゃった。あ、こっちエンジンかかったよ。こっちもエンジンかかったよ。
トリオット、パトリオットだよね、 PA だよね。そう、パトリオットって言ってるけど PA だよね、パトリオット。ああ、そうそう。違うんだね、ミサイルの種類が、ね、だいぶね、こっちはしょぼい音だ。他とこ行く？他とこ行く？まあ、あとはそうそう、リハさんとロビンさんでくっついてきますよ。うちはもう大体オスペイ乗ってない、乗る系やってないじゃん、何も何もとかほとんどやってない。あ、そう、ビールカウンターでしょ。あれ、あのバーチンに欲しいよね。あれでみんな飲みたいよね。だってあれビールサーバーついたでしょ。ついてたね。ビールタンクつなげば。どれ？アパッチでしょ。だってこれレアだもん。やっぱ乗るより時間かかるしね。スタジオでかいですね。え、まあ、真正面真正面、左左。乗りました？乗ってはいない。乗りましょうよ。うちはね、この間普天間で乗ったけど、まあ何度乗っても。でかいですよ。スプレーもでかいですよ。スプレーでかいですよね。でもシスタジオの方がでかいんじゃなかったっけ？スプレーの方がでかかったっけ？そう、両方乗った。自衛隊の人にチンアナゴステッカーを渡すとみんな、あ、知ってるっていう。6、7人渡してみんな知ってるっていう。パイロットさんとかもみんな知ってる。すごいっすよ。見てあげるのすごいっすね。だってあの F15 とか見たパイロットさんに渡したら、あの千歳でチンアナゴやったやつでしょって言われて。よっぽど有名であれが。あ、乗れないのか、終わっちゃったんだ。それの他が伸びちゃってる。このランプで僕がいたくなっちゃった。あ、向こうの奥の方はね、1本は使ってて普通に利用してます。これだって、あれですよね、エプロンですもんね、ここ。そうそう、輸送機関ですよね。
これいいよね、家に欲しいもん。これでも家6畳まで入るの大変だよね。これでみんな飲んでんですかね、普段。絶対飲んでますよね、ビール。そう、ビア。ね、ビータウンクいいよね。5年前に作ったみたいでしょ、2018年でしょ。フテンマの時になんか自動車クラブみたいなのがあって、そこだけ喫煙所みたいになって。ああ、そうだっけ。触るいいチャンスですよね。触れないもん、自衛隊機。あー、そう、楕円なんですね。本当だ、すごい、チャックがついてる。違うね、平井心のやつでね。そう、これがすごいですよね。ミサイルつきっぱなしで展示って。え、そうですか。それあれ、あの雷逃すんじゃないの。 LED の玉が入ってるように見えるんですけど、違うか、うん、違うね。ミサイルつきっぱなしで展示してるのすごいですよね。なかなかやらないよね、これ。どうですかね。でもこれは本物なんじゃない。これは違うと思う。これちっちゃい、さすがに弾頭は。そうそう、新刊抜いてあると思うんですけど、自衛隊機はつけないもんね。触れる？ここはカバーついてないね。あ、俺あれ乗りたいんだよね。タンカー、ストラトタンカー。うん、だって並んでないじゃん。1本はでかいよね、15よりはね。だから15よりは1本はでかいよね。リベットジョイントベッドジョイントとコブラボールともう一個何でしたっけ。あ、コンバットセントリーか。いや、リベットジョイントとコブラボールともう一個何だったっけね。コンバットセント、そう、コンバットセント。あ、すごい。操縦席行けんの？あ、出口って書いてある。これ出口だ。反対側だ。反対側並んでるね。
ねえ、767だっけ。それは大きいわね。こんなですよ、こんなの。わあ、座れんだもん、空並ぶべ。そうですね、これが降りてきて空中給油じゃないですか。あれ、これ4発なんですね。地震でね、767じゃないのこれ。あ、KC135 の方が4発だから。あいつは電子テンペースでしょ、あっちが。まあ、そうそう、なぜか今日エクステンダーで KC135 と。ねえ、暑い暑いと思ったから車はメインスタジアムのちょい向こう側だよ。もう出口渋滞がすごいね。すごい並んでますよ。じゃあ行きますよ、うちも。いや、多分ね、挨拶しに行きます。ビール飲みに行く。ビールは飲めないね。はい、じゃあフード行きましょう。で、ご飯食べに行くって。ご飯食べに行くって。アメリカンフード。え、それこそフードコーナーの方にあるんじゃないのね。え、フードコーナーの方に多分あると思う。こっちにはないと思うよ。竹澤さんがあの同じ身の方で。
疲れ様です。わかりました。ありがとうございます。竹田さん日焼けしたんじゃない？そうしましたね。朝より黒くなってる気がする。お疲れ様です。はい、皆さん SJ はどこ？ SJ はどこですか？芸能の、うん、NATO 参加組としてドイツに置いてる。あ、そうだね。NATO 軍ね。ストライクイーグルの高校を取りたいと分かりました。分かんない。ジャリコンフォーマルタンクって中に入ってるところ。造装使えないんですよ。ストライクイーグル。そうなんですか。あのカメラついてから。はい、で。あ、この空気取り入れ室の外側についてのがそう貼り付けた。うん、これがそうなんだ。これでしょ、この薄っぺたいの。これが、これが増装なのね。ここからね。これが増装なんだ。膨らんでますよね。知らなかった。こんなところにカメラがついてんなと思ったんだけど、こう。ね、これランタンですよ、ね。何ランタンって？赤外線反射装置。赤外線のカメラが入ってる。詳しいね。すぐググる。すぐググる。何が？あ、両側で、で、距離が分かるってこと？距離が分かる。うん、レーザー距離計と。あ、全然違う。あっちが赤外線で、こっちがレーザーになる。すごいですよね、それ。そうそうそう、それはそう。あ、それでこんな、こんな斜めにちょっとついてるのね、ミサイルの。それもないんです、普通のイーグルは。うんうん、全部爆弾とか搭載量多そうですよね。基本設計がいいから、うん、こんぐらいやっちゃっても持つ、強度も高くて。まあ昔の設計だからまだ無駄が多かったってことですよね。余裕持ってたって。ロビさん、ロビさん、明日世界11時の部の4番機で飛ぶって。明日見に行きます。そう、4番機、4番機飛べーってやってますから。飛べーってやってますから。飛べーって。 ありがとうございます。あのね、アラート控え室の冷蔵庫に貼ってもらうことにしたから。七アナゴステッカーを。あ、イハさん大好き。背中島駐屯地の。大興奮してるんですよ。でも彼あれですよ、ロケット作ってたんですよ。そうなんですか。設計ロケットです。ちなみにそれも判定って言うんですか。背中島の方の背中島中東ヤニーズが多いな。勝手に背中島ぶっ飛んきてる。冷蔵庫に貼っといてください。航空監視団。もういい大人がね、もう本当にね、本当にね、狂ったようにね、見入ってんですよ。いやでも結構いろんなところで自衛隊の人にステッカー配ったら、チンアナゴ知ってるって結構言われました。いや有名ですよ。びっくりですよ。てか知ってるって全員に言われたんじゃないかな、今日は。チンアナゴ有名ですよね。いや、じゃあ千歳なんですよ。自分
ます。あれ、あれちょっとインパクトありすぎですもんね。その魚神さんがちょうどその時教官になってきて、それぐらいだったんですよ。ああ、そうなんですね。その時は私はそのニュータバルの学生をやって、ああ、まだ学生だったところですね。そこから、まあ、チンアナゴのその動画を見て、最初は理解できなかった。はいはい。まあ、そういうことね。タバコ吸ってきます。長時間勤務ですね。長いですよね。大丈夫ですか。12時から21時まで、まあ、ブラック企業です。だいぶブラック企業。休憩1回もらいました。3分間本当に。え、ずっと立ってるの。はい、ずっと立ってるの。マジか、大変。本気で飛んでる方が楽じゃないですか。そうでもないか。行きます。あ、一緒に行きましょうか。ぜひぜひ。あ、じゃあご案内で、ご案内で、ご案内で。ちょっとすいません、案内してもらいます。案内するっていう程度。チアナゴご一行様を。チアナゴご一行様。パイロットさんのご案内ですよ。すごいな。チアナゴご一行様を。明日よ、さ、11時の分の4番機応援しないと。先場所案内してくれるの素晴らしい。すごいよね。待遇だわ。あ、まあ、そうですよね。まさか陸走じゃないもんね。トレーラーに乗ってた。そう、よっぽど飛んできちゃった方が楽だ。あ、パークさんが上がってくれ。1時半ぐらいかな。パイロットさんのご案内でタバコ吸いです。なかなかの VIP 待遇ですよね。パイロットさんがご案内していただいてる。こういうのやってるとチンアナゴやってよかったなとか思うんですよね。でもちょっと待遇が違う。あ、本当だ、灰皿がいっぱい置いてある。ラフトビールとか出ますよ。あったすごい、またすごいよねこれ。今は、あ、でもあの、あそこのステージの前止めましたけど、音楽が。回してるってことありますよね。今は、録画。電波が悪くて、そう、ここダメですね。電波が悪くて。あ、違います。これ、ベイプです。ベイプ、ベイプ。で、あの、前は、その、グアムに1ヶ月、2月行ってたんですけど。あ、はいはいはい。その時に、グローを持ってたんですけど、思いのほか、
レープ美味しいんだ。うちもね、あれだよね、渋谷のお店出すときにレープ申し込みがあってね、却下しちゃったけど。スターバックスとレープが申し込み。そうそう、スタバにしちゃった。でも夜9時まで働いて明日の朝10時15分出勤ってきついですよね、結構ね。帰る時間考慮してないですから。ですよね。ああ、そうそうそう。だってね、終わったからってすぐ出られないじゃないですかね。え、あれ飛行機に乗ってくのは誰がいるんですか。明日別チームが来るの。違う人来ます。チームは、まあ、誰だっけな、忘れたな。ハマーさんね。ハマーさん。いやいやいや、絶対違います。ハマーさん。乗りたがってますよ。もうすぐ乗りたがってるよね。年だからどうだから乗りたがってますか。まあなかなかね、乗れなくなってきちゃうから、だんだん若いうちしか。40とか、うん、それぐらいだと思います。何がですか。戦闘機乗れる。そうですね。でもね、後半はもうたまに乗るぐらいになってきちゃうじゃないですか。だから年にベタが高い。そう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 。ライセンスのためライセンス更新のために、いや、ないと思う。とりあえず飛んどいてみたいな。浜田さん好きなのよ、面白くて。それこそよくて、キチモニターと一緒に楽しんでたからさ。私もすごい違いで。え、福岡出身なんですか。福岡です。あ、福岡。なんか多いよね、福岡。ブルーインパルス、福岡だらけで。エリートコースだ。エリートコースだ。パイロットが一番かっこいい。いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。その狭いもんだからこそ、ちょっとなってみたいなと思って、希望して適性があったみたいで。エリートコースの中のもう超エリート歩いてるね。今のところね。あとはブルーインパルスになって基地指令になるぐらいで。モデルでしょ。昔はですね。もう、いつの間にか、なんか、一人になっちゃった。まあ、50になるとしょうがないね。それは誰でもそう。でもね、今、いい人生歩めてるから、いいですよね。みんなが羨ましがる。でもね、伊波さんもいい人生歩いてきてるし、私もまあまあだし。高校は違うけどね。伊波さんの仕事もできないもんね。ちょっとじゃあ最後。